今回は世界中で愛され続ける名作美女と野獣を取り上げたいと思います。世界中で知られる物語美女と野獣はディズニー映画としても有名な作品ですが、実は2つの原作小説がありました。ここではそんな2つの原作小説とそれを元にして作られた3本の映画をご紹介したいと思います。小説美女と野獣は1740年フランスのヴィルヌーヴ夫人によって書かれた物語です。私たちの知るベルは、一人娘ですけれども、実は最初の小説では主人公のベルは12人兄弟の末っ子となっていました。またベルというのは彼女の本当の名前ではなく、彼女があまりにも美しかったので美女という意味を表すベルとみんなから呼ばれていました。もちろんこのベルは私たちの知っているベルのようにとても心の優しい女性でした。このヴィルヌーヴ夫人の小説の中では、感謝の気持ちに従いなさいという言葉が何度も繰り返されます。ベルのそばに妖精が出てきて、上辺の誘惑に負けないようにしなさいと彼女にアドバイスを送ります。ベルは野獣に捕らえられた後、夢に出てくる美しい王子様へ思いを募らせます。でも野獣の優しさにも惹かれていき、美しい王子様と野獣の優しさの間で揺れ動くベルの姿が描かれていました。ベルは見た目の美しさと野獣の優しさの間で揺れ動きますけれども、最終的には妖精の言葉に従い、野獣への感謝から野獣を選びます。そこで2人はハッピーエンドで結ばれるんですけれども、ヴィルヌーヴ夫人の書いた美女と野獣はそこで物語が終わりではありません。王子様が野獣に変えられてしまった理由や、さらにはベルの出生の秘密など、私たちの知らない美女と野獣の結末が書かれています。単なる野獣とベルのラブストーリーではなく、2人を取り巻く周囲の憎悪と愛に満ちた物語でもあります。愛が巻き起こす美しいものだけではなく、憎しみや嫉妬などを描いたのがこの1740年に出版されたヴィルヌーヴ夫人の美女と野獣です。その後1756年にボーモン夫人により再び美女と野獣は出版されています。こちらは実は1740年に出版されたヴィルヌーヴ夫人の美女と野獣が元になっているとされています。ボーモン夫人は子供に向けて教育本を出版していたんですけれども、彼女はそのヴィルヌーヴ夫人の美女と野獣を要約して子供のための美女と野獣に書き換えました。そしてこれが私たちのよく知っている美女と野獣の元になっています。もともとヴィルヌーヴ夫人の美女と野獣は長い物語だったので、これをかなり短くしています。なのでこのボーモン夫人の美女と野獣は、野獣が王子様に戻りベルと結ばれたところで物語は終わるようになっています。さらにベルにいた12人の兄弟も減らし、3人の兄と2人の姉がいることになっていました。この2人の姉はかなり意地悪で、シンデレラに出てくる姉のように意地悪な設定になっていました。ただしこの2人の意地悪な姉に待ち受けていた運命は、ヴィルヌーヴ夫人版の美女と野獣よりも恐ろしいものになっていました。ヴィルヌーヴ夫人の恋愛小説を子供のために書き換えたボーモン夫人の美女と野獣は、美しさや知性よりも美徳を大切にしなさいという教えが書かれています。なので最後には美徳を選んだベルは幸せになり、悪意を持った2人の姉は不幸になってしまうという終わり方になっていました。そんなボーモン夫人の美女と野獣を元にしたのが、1946年日本で1948年に公開されたジャン・コクトー監督が作った美女と野獣です。先ほど言ったように、こちらの美女と野獣はボーモン夫人の美女と野獣が元になっているので、映画の冒頭を子供に帰ってみませんかという説明書きが出てきます。ただしこの作品で描かれている野獣の住むお城は、子供の物語にしてはとても怖い館になっていました。お城の中では壁から突き出た腕が食材を持っていたり、テーブルから手が突き出して飲み物を注いでくれたりします。また暖炉には人間の形をした動く彫刻が装飾されていました。かなり恐ろしく不気味なお城として描かれていたこの野獣の住むお城なんですけれども、この恐ろしさは、あのエイリアンの生みの親といわれる H.R. ギーガーも、子供の頃に美女と野獣のお城の中の写真を見てかなりショックを受けたことを鮮明に覚えていると言っていました。ただこのジャン・コクトー版の美女と野獣が原作の2つの小説と大きく違うのは、ここで初めてアブナンという男性が登場し、この男性が野獣を倒すためにお城に向かいます。小説にもベルに求婚する男性は描かれていましたが、決して彼らは野獣を倒そうとはしていませんでした。
残酷島版に出てくる美女と野獣のアブナンは野獣を倒してベルを奪い、さらには野獣の持っている財宝を得るためにお城に向かいます。ただアブナンは結局野獣と戦うことはなく物語は終わります。ボーモン夫人の書いた美女と野獣ではベルの姉2人に悲しい運命が待っていましたけれども、この残酷島版の映画ではこのアブナンに悲惨な運命が待っていました。一方ベルは小説通り野獣から人間に戻った王子様と幸せになります。こちらの作品では、自分の醜さに苦しむ野獣をベルの愛が救う物語になっていました。あと、なぜ王子様が野獣に変えられてしまったかという理由は、この残酷島版ではそれほど意味を持っていませんでした。一応最後にさらっと、王子様の両親が神を信じなかったので、その罰として王子様が野獣に変えられたと王子様自身が説明しますけれども、この王子様が野獣に変えられたことに、そんなに意味付けはされていない作品になっていました。続いて1991年、日本では1992年に公開されたディズニーアニメ版の美女と野獣です。美女と野獣といえばこのディズニーアニメ版を思い出す方も多いと思います。こちらの作品はボーモン夫人の美女と野獣に残酷島版の美女と野獣を加えた形になっています。基本的にはボーモン夫人の物語をベースにしているんですけれども、ベルを好きなうぬぼれ屋のガストンが野獣を倒しにお城に向かう流れは残酷島版の美女と野獣から引き継いでいると思います。ただこのアニメ版で今までの美女と野獣と大きく違うのは、ベルの優しさが野獣に変えられてしまったわがままで思いやりのない王子様の心を変えるという描写です。今まではベルの優しさが野獣から王子様へ見た目を戻したという感じでしたけれども、ディズニーアニメではベルが王子様の内面を変えたということを強く描いています。またベルの設定も今までとは少し変わっていて、ベルは美しい女性というのは同じですけれども、街では変わり者と思われていました。ベルは本が大好きで、それを街の人はあまり快く思っていませんでした。ただこの本が好きというのがベルと野獣を強く結びつけるきっかけになります。あともう一つ違うのがバラが持つ意味です。これまではベルのお父さんが野獣のお城にあるバラを摘んだことで野獣の怒りを買うという流れになっていましたけれども、このディズニーアニメ版ではバラの役割は王子様がかけられた呪いの起源を示しています。バラの花が散ると二度と呪いは解けないというのが、ディズニー版のバラの意味になっていました。そのディズニーアニメ版を実写にしたのが2017年ビル・コンドン監督によって作られた美女と野獣です。もちろんこちらは1991年のアニメ版が元になっているんですけれども、ベルのお父さんがバラを摘んで野獣を怒らせてしまう物語などは原作小説の方を引き継いでいました。さらに野獣の住むお城の入り口には壁から突き出た腕が持つ街灯がありました。これは残酷島版の美女と野獣に出てきたお城の中を思い出させる描写です。なので2017年版の美女と野獣はアニメ版だけでなく2つの原作小説、さらには残酷島版の美女と野獣という、これまでの美女と野獣を合わせた映画になっていました。さらにそこにベルの母親の物語などオリジナルストーリーも追加されて現代の美女と野獣に生まれ変わっています。もともとベルは心優しく美しい女性でしたけれども、時代の流れとともにベルは本が大好きで知性も持ち合わせている女性へと変化してきました。そしてさらにそこにこの2017年版では自分を犠牲にして家族を守った母親のような強い性格がプラスされています。この2017年版の美女と野獣でもベルは彼女の優しさと知性で傲慢な野獣の心を変えます。野獣に美しさは内面に宿るということを教えて野獣を呪いから救ったのがベルという女性でした。ということで今回は、世界中で多くの人に愛される作品美女と野獣を取り上げました。ディズニーの作品で知ったという方も多いと思いますけれども、実は原作小説は2つあって、ディズニー以外でも映像化されている作品がこの美女と野獣です。しかもこの美女と野獣は時代に合わせて変化しながら未だに多くの人を魅了し続ける作品でもあります。そしてこれから先もずっと語り継がれる物語だと思います。ぜひこの機会にいろんな美女と野獣に触れてみてください。というわけで今回は美女と野獣についてのお話でした。